はい、ショーネットのチームメンバーの広瀬と申します。私からはですね、高度なトラフィック制御をシンプルに実現するバックボーンと題しまして、ショーネットのですね、バックボーンについてお話しさせていただきます。まずですね、今年の、ショーネットのバックボーンを語る前にですね、ショーネットバックボーンの柔軟性の挑戦と、歴史ですねについてちょっとご説明させていただきます。まず、2016年までについては、オープンフローや仮想アプライアンスを使った、SDN、NFV の、もう作ってきました。そして2017年、2018年には IP 経路制御によるサービスチェーン網を作ってきました。で、前回のショーネット2019年にはですね、SRV6 によるサービスチェーニングを実施してきました。SRV6 というのは IPv6 の拡張ヘッダーの中にですね、パケットを送信するルーターが途中経路のルーターに対して何をすればいいのか指示する手法になります。これを利用してですね、ショーネット2019年ではユーザートラフィックを、セキュリティアプライアンス等の任意のサービスに、転送するサービスチェーニング網をデモンストレーションとして実施しました。で、その際のですね、ショーネット2019年にはですね、SRV6 のコントロールプレーンについてはまだまだ、でした。なぜかというと、BGP の、ベースの提案が出始めた段階で、当然出始めた段階ですので、実際のコントリビューター様の機器にはまだ、実装されていない状態でした。そのためですね、2019年のショーネットでは途中経路でしてほしい動作の設定を各ルーターに手動で設定する構成となっていました。そういった状況の中、SRV6 のデモンストレーションを行ったので、ノウハウだったり、どういうワークアラウンドを取ったのかという、そういったことをですね、IETF などで、フィードバックを実施してきました。はい。そしてですね、今回のショーネット2021年についてなんですけども、今年は大きく分けて4つほど見どころがあります。まず1つ目がですね、SRMPDS による柔軟なトラフィック制御、その中に、フレックスアルゴによる、優先経路の制御と、あとイーグルスピアエンジニアリング、略して EPE による、計測実験を行っております。その2つ目が、世界最先端最大規模の SRV6 相互接続性検証で、3つ目に SRMPDS 網と SRV6 網の相互接続、4つ目に 400GBPS を使った、400BPS と、フレックスイーサによる交代機リンクのデモンストレーションを行っております。そしてですね、先ほど、2019年では、コントロールプレイの実装がなかったというご説明をさせていただいたんですけども、ショーネット2021年にはですね、セグメントルーリングのコントロールプレーンについて、実装が各社様から出てきたので、そのコントロールプレーンの実装を、今年のバックボーンでは使わせていただいております。はい。で、一つ目の、見どころについてなんですけども、今年のショーネットのバックボーンは、バックボーン全体が L3VPN になっております。L3VPN はですね、セグメントルーティングの L3VPN はですね、SRMPDS だったり SRV6 に期待される、ユースケースの一つとして、ノックの中で判断して、向こう、5年から10年ですね、こういった技術に対して、ショーネットでも、使われるんじゃないだろうかということを見据えて、今回ショーネットのバックボーンを L3VPN 化しました。で、アンダーレイについては先ほどのダイナミックルーティング、コントロールプレイのところでお話ししたように、アンダーレイについては ISIS を採用して、VPN の制御については BGP を使っております。で、図にもある通り、一番上の、3台のルーターと、
一番下の3台のルーターに入る際に入る際には、出店者、来場者のトラフィックは L3VPN になります。はい、で次の見どころについてなんですけども、SR MPLS による柔軟なトラフィック制御ということで、2つのデモを行っております。1つ目がフレックスアルゴによる優先制御なんですけども、交代域の必要なトラフィックをその IGP のコストによらずにですね、選択的に、帯域幅の広いところ広いリンクにですね、通すといったデモを行っております。で2つ目にですね、イーグレスピアエンジニアリングという、SR の一つの機能なんですけども、その機能を用いて任意のパケットを、任意のピアに飛ばすという、技術を使って計測実験を実施しております。これについては、後ほどご説明させていただきます。でショーネットにおける、フレックスアルゴの利用についてなんですけども、図にもあります通り今回 NE8000X4 NE8000M14、C8201 の3台を利用して、こちらが、フレックスアルゴ128番を、利用して、IGP に広告します。でその結果ですね、高帯域トラフィックで今回、出店者様で 8K 非圧縮映像などの伝送を行っていたり、テスターでこの場所 を試験したいといった際にですね、こういったように、フレックスアルゴを利用することによって、任意のパスに通すことが可能になっております。で次に、イーグレスピアエンジニアリングについてなんですけども、そもそも EPE とはですね、パケットを、IP制御であると、ロンゲストプレフィックスマッチによって、宛先が決定すると思いますが、それによらずですね、狙った PIAS に対してトラフィックを出すことが可能な技術になります。で、中身はですね、BGP のピアごとに SR のセグメントをアサインして、図の一番左のルーターがですね、送信方向のトラフィックをどのピアに送信するかをどちらに送るかっていうのを、制御できる技術になります。で、こういった EPE の技術を用いて、ショーネットではデモを行っています。でどのようなデモかといいますと、任意のピアに対してですね、トラフィックの制御が可能であることを生かしてショーネットからインターネット全体に対して、ラウンドトリップタイム RTT を、計測しています。でその結果についてはですね、後日公開することを検討しております。はい、次のトピックについてですが、次は、SRV6 相互接続検証について、左右の、DC と、バックボーンをまたいで、SRV6 ネットワークを構築しております。で機器としましてはですね、シスコさんの ASR9904、NEXUS93600CDGX、古川電工様の FX201、ファーウェイ様の NE8000M14、ジュニパーネットワークス様の MX13000 を使って、SRV6 相互接続検証を行いました。で動かしている SRV6 のファンクションとしてはエンド、L3VPN なのでエンド DT4、エンド DT6 をファンクションとして、利用させていただいています。それでですね、今回4社5機種で、SRV6 による、L3VPN を構築したんですけども、インターネットドラフト等の解釈違いにより最初は動きませんでした。なんですけどもこのショーネットの準備期間の間に各社様ファームのアップデートを行っていただいた結果やっと、動くことが可能になりました。なので、この SRV6 5機種っていうのは、世界最大規模で、最速で、実現した構成なのではないかなと、思っております。はい、で次のトピックについてですが、SRMPLS 網と SRV6 の相互接続のところになります。で見ていただいたら分かるんですけども、赤い背景のところが SRMPLS 網、青い背景のところが SRV6 の、
網になるんですけども、そこをまた、2つのネットワークに属しているですね、真ん中の、ルーターがあると思います。そこについてはですね、インターワークゲートウェイとして SRMPS のラベルと SRV6 のシットを相互変換しています。なので、出店者から上がってきたトラフィック、 SRMPS のところに上がってきたトラフィックを、例えばサービスの、例えば DNS だったりとか DHCP だったりとか、そういったものにアクセスしたいときは一旦 SRMPS 網に入って SRMPS の、のラベルを SRV6 のシットに変換して、サービス DC の方に、入っていく構成になります。でまた逆もしかりで、サービスだったり DC の網から、出ていく際には SRV6 のシットを一旦 SRMPS のですねラベルに変換して、外に出ていくと、そういった構成になっております。で、最後に、こちらはまあ構築運用寄りの話なんですけども、今回構築運用負荷軽減のためにコントロールプレーンで使用する L3 プロトコルをシングルスタック化しました。まあ、これが何かということですね、 SRMPLS の方については、インターフェースにつけるアドレスを IPv4 しか付与しておりません。で、もう一方の SRV6 の方については、IPv6 のリンクローカルアドレスのみを付与しております。まあ、例示としてあの黒いところに書いてあると思うんですが、 SRMPLS の方は IP アドレスの指定、 SRV6 の方は、IPv6 エネイブルというだけで、まあ、リンクローカルアドレスは自動でつきますので、そういった構成になっております。はい、最後にまとめです。今回 SRMPLS のコントロールプレーンを含めマルチベンダーで相互接続性を確保しながらデプロイ可能な段階に到達しました。でまた SRV6 も多様な機器に実装されつつあるんですけども、 SRMPLS に比べるとまだまだコントロールプレーンでは発展途上なところがあります。例えばフレックスアルゴとかですね。はい、で最後に、ショーネットでは時代を先取りした SRMPLS、SRV6 の両方でコントロールプレーンを含めた L3VPN をマルチベンダーで実現しました。まあ、各種検証だったり実装のベースとして使用しております。はい、以上で、説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。